イメラジオ第3584回、今日は令和2年4月2日土曜日です。時刻は午後6時回りました。横浜港北、土曜の夜始まりましたね。7時からオンラインの授業が2つあるんですけど、それ以前の時間を使ってのイメラジオです。西の空はまだ茜の薄い色が残っていますが、街明かりはもうつき始めて、センター北の観覧車も緑に今宵は輝いていますね。今から土曜の夜が始まります。さて、3584回目、今回はトマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことか、こんな本をご紹介しましょう。ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことか。ネーゲルというのはアメリカの哲学者で、1930年代にお生まれのお方、どっかの大学で教えてる、そんな哲学者ですね。もう 80代ですから、いいお年なんですけど、このイメラジオで割と取り上げてるリチャード・ローティーっていうアメリカの哲学者いますよね。ローティーよりちょっと年下の後輩っていう、そんな感じのお方です。で、今回のコウモリであるとはどのようなことかという、論文なんですけど、これも1974年の論文なので、今から50年ほど前の論文ですよ。ただし、このネーゲルといえばこのコウモリの論文と、で、イメラジオでも世界を見る時の視点、こんな話をよくしてますよね。現象学の話をすると、その視点の問題がどうしても出てくるんですよ。というわけで、このコウモリの論文で有名なネーゲルを今回は取り上げてみましょう。19世紀の後半にドイツのフッサールが始めた現象学ですね、フェノメノロギーってやつ。何をしようとしていたか、現象学は何をしようとしていたかというと、対象をね、主体が対象を見るときに、曇りなき目で見よう、こういうことを目指してたんですよ。純粋に見ようっていうのかな。暮れゆく丹沢の上の空で、この暮れゆく丹沢の空、これを見るときにも、私が見るその見方と、ちょっと離れたところにいる鈴木くん、あるいは田中くんあたりが見る見方とは変わってきますよね、どうしても。で、その主体によって対象の見え方が変わるというのを現象学は良しとしなかった。そうではなく、丹沢の夕暮れというんなら、それならそれで、できるだけ純粋に、そして直接に見る、認識する。そのためには、見るという行為そのものに注目しなきゃいけない、ね、見るという行為そのものに注目しなきゃいけない。とりあえずもう丹沢ほっといて、その見るという行為そのものに注目して、で、そこから丹沢を見るという行為を純粋に抽出できれば、その時に個々の人が偶然に置かれた視点、あるいはその人の気分、あるいは能力、感性、このようなものを全く関係なしに、誰がいつどこで見ても、丹沢の夕暮れならこう見えると、ね、そういう普遍的なものが出来上がってくるだろう。で、このような認識の仕方を確立してこそ、客観的な、そして厳密な、フッサールはよく厳密なっていう言葉を使ってましたね、厳密な学が可能になるんだ。つまり、見る人によってですね、対象が同じものを見てても全然違った風に見えて、その違った風に見えるのは時刻とともに変わっていくとか、
もうそんなんだとダメだと、誰がどう見てもテーブルの上のリンゴはこのように見える、その誰がどう見てもテーブルの上のリンゴはこのように見えるという部分だけを取り出して、でそこは変わらないわけだから、そこの部分をあの学問の土台にしよう。でそのためにはリンゴそのものをいくら見つめてもダメで、ね、テーブルの上のリンゴをいくら見つめてもダメで、あるいは丹沢の夕暮れをいくら見つめてもダメで、その夕暮れだかリンゴだかを見てる人のその見方、見る方法そのものに注目しよう、まあ、これが現象学なんですよ。対象への判断は一時的に括弧でくくって、あるいは停止して、そしてその対象への矢印、指向性ですね、インテントナリテート、これに着目しよう。でこうすることによってあのバランバランな認識というものが次第に一つへと修練されていくだろう。この現象学、この時に視点というのは誰がどっから見ても大丈夫なようにを目指しましたが、それって可能なのかを今回ネーゲルは問うているわけですね。で出してきたのがコウモリと。でコウモリが何かしら認識している、これは間違いないですよね。だって空飛んでんだもん、ぶつからずに飛んでるので、ね、夏の夕暮れとかコウモリがわーっと田んぼの上とか飛んでますよね、田舎行くと。であれものすごい音を出しながら飛んでるらしいんだけど、人間の耳には聞こえないのでちょっとシュールな風景でしょ。田んぼの上のわわわっとこう舞いながら飛んでるコウモリがお互いぶつからずにこうなんかしてる、あのコウモリの群れの風景だから、コウモリなりに経験はしてるんです。そこにエクスペリエンス、これはあるわけですね。まあ、ドイツ語で言えばエアファーゴングですね。それはあるわけなんですよ。ところがですね、そのコウモリの認識って人間の認識と一緒なのかというと多分違ってそうだと。そのコウモリはじゃあどう認識して飛んでんのか、あるいはコウモリはどういう気持ちであの木にぶら下がって寝てるのか、あるいはコウモリがあのこう空飛びながら昆虫を食べるとき、それはどういう味がしてんのか、一体おいしいと思って食べてるのか、あるいはコウモリにも不安や期待やそういうものがあるのか。で今回のテーマ、コウモリであるとはどのようなことか。でこの結論を言っちゃうと、ネーゲルは人間からはやっぱり最終的にはコウモリであるとはどういうことかはわからないと、無理ですと。コウモリがどんなふうな、まあ、気持ちで飛んでんのかは人間の側がいくら想像力を働かせようとしても、いくら感情移入しようとしても無理よと。けれどね、あそう、じゃあ無駄な問いだったのかというとそうではなくて、無理なんだけど、つまりこの世には無数の認識があって、それは人間においても無数の認識がある、そして動物たちにおいても無数の認識がある、経験がある、経験は行われているはずなんですよ。けれどそれがどのようなものかはコウモリに至ってはわからないだろう。そして人間の場合、その何かを見る聞くといった場合、感覚器官がとりあえずまあまあ似てるので、人間の場合その場合には、あ今田中君が見てる丹沢の夕暮れはあの私が見てる見方と全く一緒じゃないにしても、まあまあ薄い茜色と言って納得してくれるんじゃないかとか、あるいはあの刻々とあの空の暗さが増してきているっていうのも納得してくれるんじゃないか、鈴木君や田中君はと、こういう期待ができるわけですね。ただし何度も言いますが、同じ田中君や鈴木君でも 100% 一緒に見ているわけでは全然ない。そしてコウモリに至ってはどう認識しているのかはわからない、目がほとんど見えない、それで口からなんか音波を発信して
それでぶつからないように飛んでるんだ。じゃあそのエコーを視覚化してコウモリは感じているのか、だからぶつからずに一直線に飛べるのか、暗闇でも、あるいは耳で聞いて、でそれをイメージしながら飛んでんのか、わからない。それはね、だからコウモリ一つとってもこうなんだから、いろんな生き物が意識を持って何かしらの経験をやっているこの地球上で、そのそれぞれの認識がどういうものかはわからない。で同じ種で、例えば人間でね、で感覚器官が似ていて、そして持ってる文化背景も大体似ていて、つまり日本人で、で同じ時刻に同じ場所で何かを認識していれば、その時にはある程度のその認識の重なり、同一ですねっていうのは期待できるかもしれない。でネーゲルが、まあ、この論文コウモリであるとはどのようなことかで、まあ、試みようとしている話題はコウモリそのものにまあ興味があるわけではなくて、まあ、当然やっぱり人間同士なわけですね。人間同士の間で、つまり種を同じくしてね、人間という種を同じくして認識をできるだけ重なり合わせる場合どうするべきか、そういうことなんですよ。つまり目が全く見えない、生まれつき見えない、これからも見える予定がない人にね、だけど耳は聞こえると、その人に赤という色を説明しようとして、トランペットの音は聞いたことあるわけですから、赤ってどんな色かっていうと、音で言えばね、トランペットの音に近いんだよとか、これ言われてよく言われる話なんですね、西洋では。けどこれ一体何なんだと、これそのどっから出てきたんだそれ、根拠もなしに、とネーゲルは言うんですよ。だから同じ人間であったとしても、感覚器官が違ってくると、やっぱり認識っていうのを共有しにくくなってきますね。さっきのコウモリほどではないにしても。でその時にどうやったらその感覚器官が異なる2人の間でも一定の共通理解、一定の共通認識を得られるだろうか、そういうことを考える材料にしましょうっていう、そんな論文ですね。でさっきも話したように、結論としてはコウモリがどういうものであるかが分かりませんというものなので、なんだとなっちゃいますが、この思考実験をすることによって、同じ人間同士ならまだ言葉は交わせると、例えば耳が聞こえていれば、そして音も聞こえていると、例えばで色だけは見えない、色覚がないという時に、その色覚をその使える言語とか、あるいは音でもってどうやって伝えるのか、この努力は続けていった方がいいんじゃないか、こういうことですね。コウモリがどういう認識しているのかわからないけれど、人間同士だったらまだ分かり合える部分もある。感覚器官が少しぐらい違っていても、ですからコウモリとの認識の差というのにはある程度なんていうか絶望しても、人間同士だったら分かり合う努力というのはしていくべきなんじゃないか。この論文ではね、分かり合う努力が大事だみたいなことは言ってないんですけど、なんでネーゲルがこのコウモリの話を、まあ、持ってきて、そしてその論文が未だに2022年の未だに有名なのかっていうと、やっぱ分かり合う努力、自分の感覚器官を超えてね、自分の感覚器官をできるだけ超えて、その感覚器官をことにする、感覚器官を意にする、そういう人間、あるいはそういう猫、犬、こういうものたちと理解し合う努力は大事なんじゃないか。そんな、なんていうか、そこはかとなく、なんか立ち上ってくる、そういう作者のメッセージが聞き取れる、そんな論文ですね。イメラジオ3584回目、今回はトマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことかお話しました。ありがとうございました。